ドゥハーン油田の油性からのパイプライン。円形には石油生成施設から上がるガスの炎が見える。地図ドゥハーン油田はカタールのドゥハーンから8 0トルほどの一帯に広がる大規模な油田。最初の油性は1939年から1940年にかけて掘削され、 ドゥハーンから最初に石油が輸出されたのは1949年12月31日であった。この油田では最大で日産33万5000バレルの原油を産出できる施設が整えられている。陸地にあるオンショアのドゥハーン油田はカタール半島の西海岸に沿って広がっており、カタールにおいて最大の生産量を持つ油田である。 この油田は、おおむね7 0キロメートルの長さ、幅は4キロメートルから 6km ほどの範囲に広がっている。この油田には、4つの輸送があり、ファティアー、ファハヒル、ジェレハ、ディアブの3つは、石油層であるが、残りの1つは、構造性ガスの層である。石油とガスは、ファティアー、ノース、ファティアーメイン、ファハヒルメイン、ジェレハにある4つのデガッシングステーションで処理される。 安定化した原油はパイプラインによってメッサイエードの港へと運ばれる。ドゥハーン敗者で掘削が始まったのは1938年であり、1939年には最初の油性がカタール層の第3石灰岩層から掘り当てられた。開発は第二次世界大戦のために1942年に一時的に中断されたが、1947年に再開された。 1949年には、アラブ層にある、ジュラ機工機のアラブシー層、アラブディー層から2つの輸送が発見された。1953年3月28日、アラブディー層の掘削作業中に、DK-35 号油性が大爆発する火災を起こした。ドゥハーン油田は、カタールの西海岸と並行するように終局の日だが、北北西から南南東へと走る。 ドゥハーン敗者に位置している。ドゥハーン敗者は、金棒の終局の多くに比べて、細長い構造を持ち、一定の吸収差がある点が特徴となっている。これを踏まえて一部の地質学者たちは、この敗者の形成過程に、真相にある潮の運動が関係していると、考えている。この敗者の平輪角の上に、全長およそキロメートルにわたって伸びている。敗者の南端には、 ナフシさんが一致している。ドゥハーン敗者は、その極端な終局の長さが特徴であり、北部は南部よりも著しい終局を見せている。敗者の精密な地図作りは、1948年から1949年に実施された。ありがとうございます。